はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウシです。信長の野望創造戦国志伝の続きですね。明智光秀でのプレイやっていきましょう。前回までにですね、独立した光秀なんですけども、織田軍団、信長の元から独立した光秀ですが、独立後信長に攻められて滅ぼされて、今はまた信長の直臣として仕えているという状況です。ですので、まあね、この光秀の野望を叶えるためにも、また信長の下で力をつけて独立を果たす。三井市場をですね、浮田のこの三井市場を攻めるというところが与えられた内容になってます。で、今はですね、長浜城に三井で、所属してますので、こちらの方で、まずはしっかりと内政をやっていきましょう。まあ、前回ね、ひどい目にあったといえばあったというのが、今見えているこの温泉だとか砂鉄だとか森だとか、こういった資源が全くない八神城に立てこもったというのが一番の敗因かなと思ってるんですけど、まあ、それによってかなり苦戦を強いられてしまったので、今回はね、同じ過ちをしないようにいいプレイの方をやっていきましょう。なので、まあ、ちょっとね、最初のうちは例によって皆さん大変退屈させてしまうかもしれないんですが、内政ですね、こちらの方をやっていきたいと思います。で、内政がある程度できてくれば、力をつけて、城主になり軍団長になり、ゆくゆくは先月の収支です。報告いたします。信長に対してというか、まあ、その時ね、信長がいるかどうか分かりませんけど、反旗をね、翻していくということをやっていけたらいいかなと思ってます。信長がちょうど来てますね。利水をやれと言われてもね、お金が今ないですからね。で、あと直近のですね、まあ、ゲームと全く関係ない話を少しすると、直近ではですね、一応10月3連休に、まあ、有給休暇を一つつけて、まあ、海外遠征の方にね、行ってこようと思ってますんで、まあ、そちらの様子もね、ゲーム実況の中とかでお話できたらいいかなと思うんですが、今回はですね、僕の大好きタイ、バンコクの方に3泊4日、ちょっとね、休みがあまり取れなかったので、3泊4日という少し短い、スケジュールにはなるんですけども、表情を始めます。その中でね、先月の収支です、報告いたします。遊べるかというところですね。まあね、なんとか現地で過ごせる時間が一番長いようにと思って、羽田を午前発で行く便にしてあるので、まあ、現地に着いたら、まあ、大体夕方ぐらいですね。なので、まあ、すぐ夜遊びに繰り出せる。ちょっと休憩して、ホテルで休憩して、一服したら、夜遊びに繰り出せるぐらいの時間になってますんで、夜はね、全部そういった遊び方ができるかなと思います。ご命令を、先月の収支です。鉄500納入はやっちゃいましょう。あとは何気に正面町とかも先月の収支です。作っておきたいので、作っていきましょうか。やっぱり最初はね、労力が4しかないので、2つものを建てたらは一旦送っていかなきゃいけないっていうのはね、結構時間的にロスしちゃうんですよね。お、ここで今浮田軍と激突中かな、出陣の命令が来てますね。
5000の手勢で三井市場を攻略中となってます。ではこちらも出陣していきましょう。兵400で出陣していきましょう。かつて1万近い軍勢を率いていた三井秀ですが、今手勢400ですね。進め、まあ、400しか手勢がいないので、ここはねあんまり前に出てもやられてしまうだけなので様子を見ましょう。参ります。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。敵城門突破しました。敵は結構遠慮なくて勝負しなさい。我が道を開けよ。みんなまだ遠かかれ。行きます。引け。倍近い軍勢を相手に城攻めしてますからね。決める。行くぞ。続きなさい。これで決まりとも。これで終わりよ。これは撤退ですね。引け。追撃を受けたとしても撤退したからね。長宗我部と宇喜多の連合軍と戦闘中ですね。信長軍は確かに宇喜多と長宗我部両方一気に相手にするってなるとなかなか難しいですね。で再び来いと言われてますね。言われてるけど300しか出せないが、まあ、いないよりマシだかなっていう感じの軍勢にはなってますね。行くぞ。もうちょっと兵が増えてくると戦いやすくはなってきますね。参ります。成功したんでここは下がりましょう。秀吉に任せます。前線は参ります。兵がねちょっとしかいませんからね。引きます。出るとするか。よし、軍隊に昇進してね。この調子でガシガシ城主までまずは上り詰めましょう。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ここに鉱脈があるんだよね。であれば建てますか。ただ弊社とかとなると、まあ、この辺りに作っておきますか。で兵舎を建てましょう。表情を始めます。先月の収支です。で温泉町を一つぐらい建てときますか。海外旅行僕自分よく行くんですけど、あんまり実はその温泉とかはねあんまり好きじゃないんですよね。ほとんど行かないですね温泉とか。もうもっぱら一人とか男友達とかは。表情を始めます。東南アジア方面がやっぱり多いですよね。
で奥さんと行くときはディズニー関連が多くなってくるかなってとこなので、まあ、だいぶね偏ってはくるんですけど行く場所がね、まあ、でもやっぱり若いうちじゃないとね行けませんからね、海外旅行もそうそうはと言い訳をしてよく行ってるんですけど、充実してきたんでそろそろ寝室ができるかな。寝室ができるようになったらあの川沿いまで寝室してあの辺りに水田をねバーッと広げていきたいんですよね。まあ信長に反旗を翻したら困ったのが一つ、やっぱ兵糧が、ね、足りなくなってかなり苦戦しましたからね。非常に領地の方は発展を遂げてますね。表情を始めます。先月の収支です。であればこの街道沿いには商人町を建てていきましょう。これで今ある空き地はなくなったかな。表情を始めます。先月の収支です。そしたら空き内を奨励して取引ができるような状態にしておきましょう。石高が増えていかないんでこのままだと進出できるのがちょっとタイミングが遅くなってしまいそうですね。ご命令を。先月の収支です。なのでちょっと畑に作り変えていくところも考えた方がいいかもしれないな。表情を始めます。先月の収支です。やっておきましょう早めにね。そしたらちょっともったいないんでやっぱり進出ができない状態が続くというのは、今建てたばかりですけどここを2つを畑に変えていきましょう。作り替えればいいですからね。またそこの部分に関しては大友総理も死んだりとかして表情を始めます。先月の終始です。そんなに長くはないはずですからね。信長亡き後は信忠がおそらく後を継ぐんでしょうね。よし、組頭に昇進しましたね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。なんなりとお申しつけよ。進出がご命令を。先月の収支です。ちょっとなかなかできないですね。1300必要か。今の人口がどんくらいかっていうのをちょっと見ておきたいな。
1200ですね。今ちらっと見えましたけど、あと800立てなきゃダメか。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。お、天神山城の攻略戦に入ってますね。ここは出陣していきましょう。600で出陣していきます。まあここは徳川家利勝140しかいないので、参陣してるだけで武君が後に入るのでラッキーですね。参ります。かかれ。引け。よし、これで城は落としましたね。いやー、信長の勢力がさらに拡大してるな。お、カズマスが死んだか。次は岡山城の攻略戦ですね。先月の収支です。1235、しょうがない。ちょっと畑をもう一個作りましょう。たたらばを一個潰して畑にしていきます。頭にまで昇進しましたね。なかなかのペースで昇進してるな。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。始めます。先月の収支です。報告いたします。なかなか人口がやっぱり水田ができないと増えていかないですね。表情を始めます。先月の収支です。もたもたしてるとね、信長が全国を統一してしまうんで、統一後に謀反を起こすっていうね、無謀な戦いを起こすことになりかねないですよね、このままだと。さあ、もう 2,3 ターン送っていけば。表情を始めます。先月の収支です。できるかなと思いますけどね。
まあ、人口が1270人で、今度は岡山城の攻略戦か。出陣じゃあしていきましょう。700で出陣ですね。あ、とはいえなかなか堅牢な城だな、これは。進め。二の丸とかも用意されてる、ちゃんとした城になってますね。ちょっと様子を見ていきましょう。でも700しかいないというのが事実なんで、あんまり行き過ぎると兵力を失ってしまうんで、ちょっと誰かが城門突破するのを見計らうというのが一番良さそうですね。続きなさい。まあ、兵力差は3倍近くあるので、行きます。いや2倍かな、2倍近くあるので、まあ戦いに勝つことはできそうかなと思ってたけど、援軍か、敵の援軍が来てるな。しかも長宗我部か。これはちょっと一旦下がりましょう。長宗我部の援軍と正面からぶつかってもあまりいいことはない。始めるぞ。挟みましょう。ここで挟みましょう。かかれ。参ります。城門を破壊しました。よし、また何も援軍が来た。城門を破壊しました。参ります。かかれ。行かないね。我らが一度とくとご覧あれ。引け。よし、これで敵兵はすべて排除したので、あとは城門を突破して本丸へと攻め込みましょう。城門を破壊しました。これで決まりです。なかなかの手際でしたね。出陣します。よし、侍大将まで来た。城代にはなりたくないので、城主にまで待ちましょう。ご命令を。先月の終始です。もうちょっと我慢すれば城主になれると思うので。そこまでは我慢していきます。毛利と戦ってるのか今度は。いやー、次々と戦うな信長は。やっぱり秀吉軍と毛利軍戦で、ここはまあ様子を見ていきましょう。あんまり前に行き過ぎてもこの兵力じゃどうにもならないので、引くぞ。続きなさい。やられたか。我らの攻め耐えてみせよ。我らが一度とくとご覧あれ。続きなさい。知恵比べなら負けられん。我らの攻め清水影晴っていうのは、一挙高松城で水攻めを秀吉からされた清水宗晴と関係があるのかな。
な戦お見せしましょう。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。信長の下にいるともう戦には困らないですね。また戦だ。しかもこれはかなりの大戦になりそうだな。行くぞ。秀吉軍もかなり活発に動いてますね。ここすごいな。毛利の備中高松城に対して織田軍が三方向から攻め寄せてる感じですね。お、宗春もいるね。で、一方きちんと毛利軍もそれに対して援軍を送ってきている感じですね。で、信長軍の方はというとさらに援軍を出してきてると。これはね、なかなか激しい戦いになってるな。毛利と織田。東の方はあまり信長は活発には動いてない感じですもんね。北条がこれは完全に上杉を食う感じですね。で、伊達がここで北条軍と戦ってるけど、北条軍の方が不利な感じですね。これを見てると北条の方が兵力16万、伊達はただ4万しかいないんだ。圧倒的に北条の方が有利ですね、これだけを見ると。ただ密集してるからね、伊達の方が城が拠点が、その分多少有利に戦える感じはしますよね。さあ、こっちはもう領地内政をしこしこやっていきましょう。次のターンで本当に、進出ができるようになりそうですね。ものすごい勢いでやっぱりご命令を。先月の終始です。出世していきましたね、光秀は。よし、そしたらここでようやく水田を先月の終始です。報告いたします。2つしか作れないですね。水田を立てていきましょう。ここがね、段差になってるんでちょっともったいないですよね。さあ、備中高松城攻めです。進め。大軍勢になってるな。かかれ。
て決める。まあ戦自体にはもう勝ち確定ですね。ただこの城なかなか堅牢な作りで、城門突破するのにも少し時間がかかってそうな感じですね。敵城門突破しました。で、まあ、今回のですね、タイ旅行、10月のタイ旅行は、まあ、新たな出会いと再会をこうバランスよくやっていこうかなと思って、もうその時その時によってその再会のみだったり新規のみだったりみたいな形で満足度にばらつきが毎回出てたんですけども、今回は例えばもう、おっと吉川広家4400が援軍できてるな、これとまともに勝ち合うのは危険なので、ちょっと一旦下がりましょう。下がっていきましょう。続きなさい。例えばそのもう旧市の中の女の子にはもう、お店に遊びに行くんじゃなくてもう直に会うみたいなね、連絡をして、そういう風にして日中は再会の旅、夜は新規開拓にするみたいな感じで遊べたらいいかなと思います、ね、かかよ。これでもう最後の縄文突破すれば終わりかな。まあ、ちょっとねそのあたりもツイッターとかでちょいちょい現地から発信していきたいなと思ってますんで、押し上がってみせる。敵城門突破しました。引け。キッカーは広いよ。やっぱり強敵だな。ただ本丸にたどり着いたんで城は落とせますね。これで備中高松城も手中に収めました。いやー、破竹の勢いだな。長宗我部が援軍で来ないと毛利が滅びますね、これは。表情を始めます。先月の終始です。さあ、そしたら公家屋敷をこの辺りにバーンと建てて、周りに公家町を建てていきましょう。公家町はね、石高と商業両方上げられるんでかなり重宝するんですよね。今回みたいにその水田がないようなところに関しては特に。でまあ、お話ししたと思うんですけど、前回に久しぶりに会ったそのタイの女の子から太ったと言われてるんで、ちょっとその悔しさのあまり今ダイエットと筋トレに励んでいるんで、まあそれから約2ヶ月弱かな、ちょうど2ヶ月ぐらいですね経つんで、まあね、変わった姿を見せてあげたいなと思ってるんで、ひたすら今頑張ってるんですけど、ようやく体脂肪が 10% を切ってきまして、ただね、BMI が同時に下がってきてるんで、筋トレの量とプロテインの量をね、ちょっと増やしていこうかなと思って今、いろいろ試行錯誤してるんですね。先月の終始です。まあ、ちょっとね、そういったのも、まあ、くだらないどうでもいい情報ではあるんですが、ツイッターとかでつぶやいてますんで、もし、ちょっとね、興味あるような方いらっしゃれば、ツイッターの方を見ていただければなと思っています。というところで、いい時間になりましたので、今回はこれで終わりにしていきたいと思います。次回、なんとかね、上司に昇進して、どんどんね、自分の領地を増やしていきたいなと思っています。というわけで、今回はここまで。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。